海軍機関学校卒業式は賢くも高松の宮殿下の大輪を仰ぎ、9月15日同校大講堂で厳粛に執り行われました。五ヶ子賓配慮者青木光男、同じく村山隆、同じく森川澄夫、鍋島校長より卒業証書、就業証書の授与あるたる後、五ヶ子賓配慮式に移る。光栄に輝く恩師の探検を排除せる優等生のビューに、決戦下に巣立つ海の勇士の決意あふれて、ここに晴れの卒業式は滞りなく終了したのであります。本日の感激と、さすまた国家並びに諸子の敬意の不死に期待するところ極めて大きいことを思って、常に健康に注意し、筋骨細心ご奉公の誠をいたすように、諸子の門出にあたり法院に代わって運の上級を祈る。終わり。ありがとうございました。ただいまから行きます。熾烈なる戦いの庭に入れ立つ先輩諸兄よ、我らも直ちに諸兄の後に続か。送る後輩も送られる候補生もしばしの別れを惜しんだのであります。我ら一億国民が海の父とも仰ぎし、故山本元帥行きてすでに半歳。一日東京音楽学校生徒一行は長岡の地に元帥の成果を訪ねました。元帥霊師山本和人寺、一行はその奥月の前に立ちて慎みて合唱。15の固き決意を胸に、元帥の御霊に手向けました。空の決戦、いよいよ清掃の道クオールの時、9月20日、ひとしお意義深き第4回航空記念日を迎えて、
一億の石星燃える天皇愛国旗命名式が東京羽田飛行場において盛大に行われました。東条力将親しく天皇者代表に謝辞を送る。実は当羽田飛行場の他に全国25カ所におきまして実に500機に上る多数陸軍飛行機の命名式が盛大に挙行されておるのであります。これ一人にご参列の閣議をはじめ全国民諸君の燃ゆるがごとき愛国の設定によるものであります。公国のため誠に敬粛に堪えんところであります。ここに全陸軍といたします天皇者閣議に対し衷心より感謝の意を表する次第であります。敵領をもって挑なば我また領をもってこれに応え今こそ一機でも多くの飛行機を前線に送ろう。インドの西岸ポルトガル領ゴアのマルマゴン港において第二次日米居留民交換が行われることになり9月14日午前1時横浜から定夜丸が出帆しました。その前日駐日シリー公使カルバハル氏以下の乗船が行われましたが今回は外交官一般居留民の数は少なく特にキリスト教宣教師の姿が目立っていました。米英の侵略の手段はまず牧師を送って侵略の温床を作ることが歴史的にも暴露されている事実でありますが彼ら米英の謀略も本時の交換船によって日本から締め出されたわけであります。イタリー・バドリオ政府は9月8日、米英に対し無条件降伏をしました。これは日独伊三国同盟及び単独不講和の盟約を裏切る卑劣な行為でありますが、帝国政府はすでにこのことあるを期し、万全の措置を講じていたのであります。すなわち9月9日、上海・北京では、帝国陸海軍は直ちに在地イタリー軍隊の武装を解除し、艦船の抑留を実施しました。大東亜各地区においても同様果断なる措置が取られ帝国の毅然たる態度を示しました。今時バドリオ政府の行為は実質的敵対行為でありますが我が戦争完遂には何ら影響するところなく欧州各名邦大東亜諸国とますます提携協力を緊密にしあくまで米英を撃砕戦ことを期するものであります。